としてちょっとチョコ作りしたんで、ちょっと今口の中がやばいのでちょっと手を抑えさせていただくんですけれども、あの出したら飲み込んでから喋るよって話かもしれないんですけど、今結構時間を押してて、やば、こうやば、やばな感じなので、本日はですね、ギャル、カッコ、ラッパーの彼女メイクやっていきたいと思います。よかったら最後の方まで見てくださって嬉しいです。それでは、レッツゴー。7, 'cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. ね、スキンケア終わってるので、まずはこれバニラコプライムプライマークラシックってやつ、ピンク色のやつ使っていきます。これは毛穴を埋めてくれるような下地になっておりますので、塗るとなんだろう、もう本当になんか赤ちゃんみたいな、フィルターかかった肌みたいになるので、これはマジおすすめ。キャンディードールブライトピュアベース CC フィルターホワイト、これはね普通のトーンアップの下地と違ってもう桁違いにちゃんと白くなるので、やっぱり塗りすぎた、もう毎回塗りすぎちゃうんだよね、ちょっと首にも塗りすぎたからね、首に移すんよ。やっぱラッパーな彼女ということで、この辺もね出る服は結構多いかなと思うので、この辺にも塗ってもらって、はい、ということでクッションファンデー、最近買ったエチュードニュートラルバニラダブルラスティングクッションマスト SPF50+ PA4+ 入ってます。そしたらコンシーラーで隠したいシミとかカバーしていきます。ディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラー 0N。やっぱラッパーの彼女はそのラッパーに紹介されるわけですよ、いろんなラッパーを、その友達のラッパーね、多分俺の彼女って言って紹介されると思うんで、やっぱ肌が汚いわけにはいかないですよ、必ずね、はい。そしたらちょっと顔がね白すぎるのでシェーディングでちょっとごまかしていきたいと思います。トゥクルフォースクールアットクラスバイロダンシェーディング、これをちょっと適当に全色取ってもらって、この辺もう普段はねこのほぼ首ら辺に入れてるんですけど、ちょっとこの辺にも入れて、しっかりこの横幅とこの辺入れていきます。あと前髪ない方、推しのようにね伸ばしているだったり、そういった方はおでこにも、この薄色と真ん中の色ちょっと混ぜて、でわしは鼻が長いのでね、この辺からノーシャドウじゃなくてちょっとこの辺から始めます。U の字でここ。それ人中が短く見えるようにね。ここ。一回入れてもらって、あとちょっと人中もなぞります。私人中なんか平らなんですよね。あんまここ線ないから、線あるか可愛いからここ入れます。唇の下に結構ぶっくり入れます、結構広範囲に。そうしましたら眉毛描いていきたいと思います。使っていくのはこちら、リトルレディベビーニュアンスダブルアイブロウ N ナチュラルベージュ。これマジでめっちゃ描きやすいので、もうみんなに使ってほしい。長いです、眉毛。はい、ラッパルカルチョっていうのは眉毛が長くてなんかめっちゃ綺麗、シュッっていう感じ、まあ、下がることは絶対ないのよ、眉毛が上がるか平行かという感じですね。で、長め。あれ、ちょっと下がっちゃったかも。あれ下がっちゃったかも。
まあちょっと非対称になっちゃったけど、ということで反対側のパウダーの方で前頭をぼかしていきます。なんかさ、最近さ、ちょっとさ、調子乗ってさ、え、眉毛ここ近くねと思ってさ、ここめっちゃ剃っちゃったんよ、この前頭の眉毛を。したらマジでさ、最近間抜けなの、ずっと。したら適当なブラシでぼかします。そうしましたら眉マスカラ、キスミヘビーローテーションカラーリングアイブロウ03アッシュブラウン作っていきます。お、表の毛と裏の毛につくように。そしたらアイシャドウを塗っていきたいと思います。ロム&ベターザンアイズのミニ、これめっちゃ可愛いよね。ちなみに今日のカラコンはこれです。キャンマジ BLB1 デーの、これめっちゃいい。これの一番薄い色をまずベースとしてまぶた全体に塗ってきます。めっちゃ発色いいんですよね。でもなんか全体的にちょっとなんかくすんでる感じの色だから大人っぽくなるし、まあ、これまた、まあ、ちょっとギャル感というかラッパーの彼女感が出やすい感じのあのアイシャドウになってるかなと思います。そしたらこの2番目に薄い色取りまして、ちょっとまつげの際からなんて言うんだろう、この一色でちょっとグラデーションみたいな感じにしていきます。下から塗って上にぼかす的な。でこの時にちゃんとこの目の横幅を出したいので、しっかりこの辺も切ってください。これでラッパーの彼女になります。ここが重要。この目から超はみ出してこの色をね。そしたらまた同じ色を取って下まぶたの目尻側に、結構広範囲な感じで。この時もね、下目尻結構はみ出す感じで目から。そしたら細いブラシに変えまして、いっちゃん濃い色を取ります。この下目尻のねところ、結構全部を埋めます。この黒目が終わるところらへんまで、あの線とか描くの流行ってると思うし、自分も全然やってるんですけど、そういうのやらない。今回はギャルのラッパー彼女はね、目尻濃いからマジで下目尻が。そしたらこの同じ色でこの下まぶたのこの目頭側のここらへん、なんか疑似粘膜じゃないけどそんな感じで細く引いてきます。うん、そしたら涙袋の影を描いていきたいと思います。ケイトダブルラインエキスパート LB1 番、結構しっかりある。そしたらマスカラを一旦塗っていきたいと思います。ナミング、ちょ読めないんですけど、ブラックのマスカラ、これを使っていきます。わし今上はパリジェンヌしてるのでこのままです。ビューラーもせずに塗るんですけれども、皆さんはバカみたいに上げてください、まつげを。私ね、一回下のまつげのパリジェンヌ受けたら、結構なんか生え方が下になったっつうか、これ奇跡かな、わかんないんだけど、このまま塗ります。このマスカラめっちゃ伸びるっていうのもあんだけどさ、え、マジで自分まつげ伸びたんよ。まつげ美容液ですね、やっぱ皆さん塗りましょう。そこんな感じ。そしたらアイラインを引いていきたいと思います。使っていくのはこちら、ヒロインメイクスムースリキッドアイライナースーパーキープ03番。
一回垂れるとかそんなことはせずにもうがっつり目尻がもう終わりましたってとこからもう急に上がってください。こんな感じでもう急に上がっちゃってください。急に上がってからこっからつなげます。飛ばっちゃうよね。濃い茶色で上から重ねていきます。ちょっとなんかアイラインの輪郭をぼやぼやさせる感じ。このガチ目頭切開を描いていきたいと思います。ちょっと気持ち的にさっきの真っ黒のアイラインだとちょっとさすがにきつすぎるかなみたいな、もうここまでこんなアイメイクしといて切開ライン黒はちょっと怯えてるので、ちょっとピンクっぽいこちらのキスミーヒロインメイクプライムリキッドアイライナーリッチキープ04番、このねちょっとピンクっぽいアイラインってこんな感じ。そしたらチークを塗っていきたいと思います。使っていくのはこちら、このナミングさんのフルフィーパウダーブラッシュのハローって色かな。この鼻のここら辺かな。薄めの色をこの下目に入れるポイント。リップを塗っていきたいと思います。使っていくのこちら、エチュードフィクシングティントジンジャーミルクティーってやつ。これ色めっちゃ可愛い。やばいよ。ね。オレンジすぎるかなと思ったので上からこれ重ねていきたいと思います。アミューズデューベルベット01番、これはちょっとピンクっぽいので上から重ねていきます。そうしましたら最後にこのアイシャドウに入ってたここのラメを下まぶたの黒目下らへん、上まぶた黒目の上らへん、ちょっとセクシーな位置にこの辺かなにほくろを描いちゃったりなんだりしちゃったらメイク完成いたしました。いかがでしょうか。うわ怖そう、こういう人ちょっと怖そうって思っちゃうね一見ね、けど大丈夫、中身絶対いい人だから。やっぱりなんかナスビみたいになってる。おかしい、なんかナスビなんだけど、なんでめっちゃナスビじゃない。これ本当は可愛い子がやったら可愛いはずなのにな。なんかめっちゃナスビなんだけど、多分この毛だよね。ナスビっぺーナスビっぺーってことで、ハイライト忘れてたのでちょっと塗っていきたいと思います。使っていくのはこちらクリオプリズムエアハイライター01番ゴールドシェー。まず鼻のてっぺん超大事、唇の上これたっぷり、そしたら鼻筋ちょっとこの辺の目頭、あと頬骨、あと顎ですね。完成しました。ギャルラッパーの彼女メイクもうようわからんのですけど、ラッパーの彼女ギャルは人目が来ないので、そこら辺はね素肌で勝負していただければなと思います。あれなんでこんなナスビなんだろう、めっちゃナスビだな。泥棒ですかこれ、もう泥棒みたい自分。
少しでも参考になれば嬉しいなと思います。はい、ということで最後の方まで見てくださりありがとうございました。この動画が1ミリでもいいと思ってきましたらグッドボタン、2ミリでもいいと思ってきましたらチャンネル登録、3ミリでもいいと思ってきましたらコメントの方よろしくお願いいたします。ということでこのみでした。バイバイ。